はい、こんばんは。ハルです。今回もね、最近購入したものを紹介していこうかなと思ってます。まずはね、今回は、ニッコニッコニー、ということで、今回これです。ほのかちゃん練習着バージョンとね、あと、海ちゃんの練習着バージョンになります。ということで、ミューズさん M ステ出演と紅白出演ということで、ね、おめでとうございます。ついにミューズも紅白、すごいですね。ということで、まずこれの開封をやっていきましょう。今日もパンがうまい系アクション品。まずほのかちゃんね、これまだ全然開けてないです。紅白、紅白の話は後でいく。まずこれね、エンドロイドの話を。これね、このパン、ランチなんちゃら系、どこのか、合わせよ。まあ、これ、あれですけど、顔のパーツ増えてよかったですね。まあ、練習に、もうね、こんな感じっすね。海ちゃん行ってみっか。海ちゃん。次、海ちゃん。ちゃんね、この、あれですよ。そんなものはない。ギリギリまで絞るプラン、そのためにラブアローシュート、さっきのそんなものはないはついてないの、ないな。入ってるみたいですね。ちょっとどこにあるかよく。あ、これか。すいません。これはですね。これついてましたね。むちゃんはこのカオス。このラブアローシュート指に、ね、いいんじゃないですか。めっちゃかわいいな。ということで、また来週じゃないや。ということで、何で紹介しましょう。最近購入したもの、これも買いました。ご注文はウサギですか。ティータイムスペシャルフィギュア、チノちゃんのね、これアミューズメント用景品ということなんですけど、まあ、なんかいいね、僕は、ネットで購入してますね。ちょっと、ゲーセンとか本当に行かないんでね。これどんな感じになるんでしょうか。チノちゃん。
おお。やっぱ水面という経費ということで、ちょっと色塗りがね、やっぱあれなんですよ。ちょっと画面で見るとまあいいんですけど、ちょっと直で見るとね、やっぱ薄いっつかね。あ、どうすかこれ。これまあ2000円ぐらいでしたかね。台座がない。どこにあるんだ。こっちか。ニッコニッコに。ちょっと待ってください。台座取ります。台座で。難しいな、ちょっと。ちょっと難しいっす。後でちょっとゆっくりやりますけど。こんな感じです。ね、ちのちゃんのアルバム、キャラクターソングアルバムとかね、購入しました。まあ、これはいいか。でね、ゲームね。ゲームの話しますと、アイカツナンバーワンステージ、アイカツマイナンバーワンステージね、これ購入しました。これね、あれ、まあプリパラと比べるとね、結構難しかったです。ちょっとやったんですけどね。バンナムさんなんで、ちょっと、アイマスっぽかったかな、なんて自分の感想なんですけど。これよりはちょっと難しい感じなんですよ。これはね、こっちは自分でキャラ作るんですけど、こっちはね、この好きなキャラ選んで、そのキャラをナンバーワンにするって感じでしたね。僕はゆりか様、推しなんでゆりか様使ってますけどね。でね、これはいいか。3DS だ。モンハンね、モンハンクロスとかやってますね。これはいいか。あとは PS4、スターウォーズバトルフロントね、こちらも購入しました。これ結構面白かったですね。ちょっとやったんですけど。まあ、FPS 好きな人はおすすめです。で、ありますね。シンデレラガールズ、ジホイバック。これ何巻でしたっけ ?6 巻。購入します。開封しますよ。円盤こんな感じですね。ちょっと開けてみようかな。ちょっと
ぱり長いですね、動画長くなっちゃうから、ね、かわいいな。なるほどね。ランコちゃん、今回このクリスマスサンタ衣装ブルーとセーラー水着かな、このあれもこれなんて言うんでしょうね、ハイカラさん、ハイカラさん衣装、次回はこのお正月っぽいやつと水着ね、晴れ着と12月23日ということなんで、ね、またね、セーラー水着とこのハイカラさん、ハイカラさんつってわかる、このセーラー水着とね、またクリスマスサンタ衣装ね、ブルーのやつ、これかわいいな、ブルーのブルーつながないながらいいと思います。うん、今日はこんなこのくらいかな。まあね、円盤ですね。円盤、ブルーレイ。これ、シャーロットの3巻目かな。開封しますか。これ、いつものダーマへの。脚本のやつと、今回はかわいいね、ね、何でしたっけ、シャーロット NG 大賞シャーロット NG 大賞だ、だお前大丈夫か、ユカリンのブルーレイ、ライブブルーレイ、これも開封していきましょうか。まあ3枚組らしいです。今回ね、乙女戦士乙女戦士クルピオン3枚で、これ結構ありますね、クルピオン、これですよ、クルピオン、かわいい、ね、あとはね、ゲームもいっぱい買ってます。ね、これです。ネプテューヌ &VS セガハードガールズ。セガハードガールズはね、ゲーム出してほしかったんですけど、ネプト買ったりということで。
ネプトが大好きよ。メガドラちゃん好きなんですよ。可愛いっすよね。まあそうそうですよね。さっきのこれ特典なんですけど、これ何でしたっけ、サントラ。こっちはドラマ CD らしいですね。メガドラちゃん可愛いんですよね、主人公じゃねえや。これ瀬賀初美。これ新田さんらしいです。入ってるのはこのぐらいですよね。シールが入ってた、かわいい。まあこんなもんですね。とリプはね、この5周年アニバーサリー電撃ネプテューン、これも買ってます。これあのポスターとかね、シールとかいろいろ、卓上カレンダーとかね、あるんで、こういうやつです。かわいいですね。ということでね、もう結構ちょっと長くなっちゃいましたけどね、恒例の CD をね、まずはね、ゆかち、あの、何でしたっけ、何でしたっけ、これ、あの、OVA のやつ、ストライク、何でしたっけ、あ、これ、ストライクザブラッド、これのオープニングですよ。あとね、ハッカードールね、これオープニングの方っしょ。あとね、エンディングの方、これは晴れみさん好きなんですけどね、あのこれは庶民サンプルのエンディング。あとね、あとはマオンさん好きなんですよ。結構聞きますね。これあげます。あ、いや。マオンさん、ね、聞いてますね。これ、何枚目でしたっけ ?2 枚目でしたっけ、とファーストね。はい、こんな感じです。で、まあまあ、最後にね、まだこの、相方じゃねえや。オリバラの話をしましょう。まあ、またいろいろやりまして、見えますか、響きのストリートで遊べるようになりました。あとはね、このサイリウムコーデデザインが、5種類になりましたね。これっすよ。プリンスコーデ。まあ、これ使うかどうかわかんないですけどね。まあ、これは変わってないんじゃないですかね。271個。多分前回と同じかな。これ僕の QR コード使う人いるのかな。使う人は使ってください。こんな感じです。多分ね、今度からこれ、一旦やめまして、あの、ファイナルは何倍
アイカツの方をやっていきたいと思います。ね。こんな感じです、今回。ということで、また次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。